A 防カゲイの頭蓋骨などを使った一時的ディスプレイ。米国ワシントン DC にある国立自然史博物館。アンゴラサウルスを側面から見た生態を復元創造図。付近に同時代のアンゴラケルスがいる。アンゴラサウルスは中世代白亜紀後期のほぼ前期に大西洋に生息していたモササウルス科の一族である。目下のところ、防カゲイ種の一種のみが知られている。 本属の確定的な化石は、アンゴラのセノマニアン末期にあたる堆積層から発見され、アメリカ合衆国のチューローニアンやニジェールのマーストリヒチアンの堆積層からも可能性のある化石が産出している。かつては、プラテカルプスの種として考えられていたが、後の系統解析で、プリオプラテカルプス赤のセルマサウルスとエクテノサウルスの間に位置づけられ、 プリオプラテカルプス赤内での基盤的位置を維持した。アンゴラサウルスの地理的分布は広く、唯一大西洋を横断する分布域を持った中ロニアンのモササウルスカハチュウ類である。アンゴラサウルスは小型のモササウルスカハチュウ類であり、全長を4メートル程度であった。ボディプランの多くは、近縁なプラテカルプスと共通するが、わずかに頭骨が全長に対して長い。 頭骨には十一本の上蛾骨の歯と四本の前上蛾骨の歯、そして十二本の歯骨の歯が並んでいる。アンゴラサウルスの系統関係は、本属の個体が尾びれと前方に傾いた微光を持ち、流体力学的効率性を高める倒れた鱗が存在した。後のビエンチアバ産地でもあるアンゴラサウルスが生息した海域で海水温が低下したため、アンゴラサウルスや 同海域に生息した他のモササウルス下波虫類は、配側表面の暗い色のパターンに覆われる面積が拡大して、体温調節に一役買っていたという仮説が立てられている。アンゴラサウルスは1964年に部分的な頭骨と骨格に基づいて、ミゲル・テルズ・アントゥーニーズに初めて命名されたが、1994年にプラテカルプスに再分類された。 この位置づけは後に2005年の研究で取り消され、プリオプラテカルプス赤に置かれた。2005年から2009年にかけてのフィールドワークで、少なくとも2つのアンゴラサウルスの骨格が発見された。タイプ標本の頭骨と別の新しい1つの頭骨が CT スキャンにかけられ、頭蓋内部の複雑な詳細が明らかになり、プリオプラテカルプス赤内でのより具体的な位置づけが、 可能となった。モササウルス化に行われたさらに新しい大規模系統解析では、アンゴラサウルスは、ラッセロサウルス赤とティロサウルス赤及び、プリオプラテカルプス赤を含む分類群の基盤的位置に置かれた。2007年には、アメリカ合衆国のテキサス州、イーグルフォード類層から2個体が産出し、アンゴラサウルス属に属すると記載された。うち1個体には、 舌骨装置の一部が保存されていた。かつて、プラテカルプスに割り当てられていた2本の歯が、同論文の用紙でアンゴラサウルスのものとされた。これらの歯は、ブラジルのサージペボンチから産出し、アンゴラソリスボウカゲイのホロタイプに見られるものと一見、識別不能である。この発見により、アンゴラサウルスは、大西洋を横断する、分布域を持った。 唯一の中ロニアンのモササウルスカハ虫類となった。西アフリカにあるアンゴラでは、ベンゴ州のクアンザボンにあって、コニアシアン外に属するイトンベソウからアンゴラソリスボウカゲイが産出している。ティロサウルス赤のティロサウルスイネベエンシスや、旋海域のウミガメであるアンゴラケリスが同じ海域に生息していた。未同定のハリサウルス赤とシュチョウリュ流の化石も同地域から発見されている。 陸上動物ショーには、流脚類のアンゴラティタンがいた。ニジェールでは、様々な個体発生段階を示す脊椎が、ドゥカマジェ層から産出している。仲間のプリオプラテカルプス赤に属するプラテカルプスや、プリオプラテカルプス、ハリサウルス赤のハリサウルス、モササウルス赤のモササウルスやゴロニオサウルス及び、イグダマノサウルスと共存していた。アメリカ合衆国では、テキサス州にある、 イーグルフォード総群から産出している。イーグルフォード総群から産出した他のチューロニアンの海生爬虫類には、主張流のポリプチコドンやリボネクテス、キモリアサウルス、プレシオサウルスが含まれ、モササウルス科にはクリダステスがいる。未童定のモササウルス科類は、主張流の化石も、またここから産出している。ありがとうございます。